そんな目で見つめないでよ。興奮しちゃうじゃないか。ポイント&ノックアウト制、時間無制限、一本勝負。どうした？まだ僕は開始位置から動いてさえいないんだけどね。え、本当に？ドヒエ、クソ、見てろよ。楽しんでやがるぜ、ひそかの野郎。やっぱり実戦技術は天と地の差だ。でも弱みはある。ご選手の石板返し、2ポイント、ゴン。なんと、ゴン選手にクリティカルヒットが出ました。これでポイントをひっくり返して2対1。よし、おお。念についてどこまで習った？基礎は全部。そうか、君強化系だろ。なんでわかったんだよ。血液型性格判断と同じで根拠はないけどね。僕が考えたオーラ別性格分析さ。ちなみに僕は変化系、気まぐれで嘘つき。僕たちは相性がいいよ。性格が正反対で惹かれ合う。だけど注意しないと、変化系は気まぐれだから。僕を失望させるなよ、ゴン。かかっておいでよ。やだね、作戦中。このままじゃやられっぱなしだぞ。そうか、それなら無理にでもこっちに来てもらおうか。何が起きるかわかるかな？もう逃げられないよ。クリティカルアンダウン、プラス3ポイント、基礎か6対2。スタンドアップ、ゴン。やれるか？もちろん。あーっとっと、立ったもののダメージ
それじゃあそろそろ戦闘準備再開。ゴン。いい、君すごくいいよ。今すぐ君を壊したい。でもダメダメ。売れてから。待って。高く積み上がるまでの。我慢。よし、今のはガードしたぞ。容赦クリティカル。プラス2ポイント。プラスダウンポイント1。基礎化。トータル基礎化9ポイント。ゴン4ポイント。はい。10ポイント取られたら負け。あと1ポイントしかない。右の方を見てごらん。プラス2ポイント。11対4。 TKO により勝者。基礎か。大した。